本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。緊急速報です。ついに私、堀口くんから、訴えられるかもしれません。いよいよですか。いやー長かったです。提訴するだけで、どんだけ時間かかっとんねん。それでは早速、堀口くんのポストから引用していきます。島空茜こと水原清照と取り巻きは、島空茜こと水原清照が東方に敗訴しても、東方に対する権利侵害を継続しています。それどころか東方が先に喧嘩を売ったとする権利侵害の口実を失った途端、東方に対する後付けの悪性立証で権利侵害を正当化しています。堀口くんが先に喧嘩を売った、先に侮辱的な発言をしたということは裁判所も認定しています。あと周りの人たちも堀口くんが先に喧嘩を売ったと思ってます。暇空はやり返しすぎと主張するならまだわかりますが、先に喧嘩を売ったのは変えようがない事実なわけで、あの判決書を見て納得する人はおそらくそんなにいないんじゃないでしょうか。堀口くんはことあるごとにやたら権利侵害と連呼しています。しかし堀口くんのように大量開示をしたり法律の穴をついて複数の相手に示談要求をするような人間はある程度批判されても仕方ありません。権利侵害だとおっしゃるのであれば裁判して白黒はっきりつけましょうよ。パンダだけに言いたいだけ。そしてここからが問題の部分です。東方を風俗店の前で土下座させた画像や十字架に貼り付けにしたイラストを公開した猫800や YouTube で東方に対する権利侵害を収益化している赤切れや小林の怒り、田野山まみりん、白山昆布茶、ハイブタといった発信者に対して優先的に法的措置を講じます。なんと堀口くんから直々に指名されてしまいました。参ったね。もうおしまいです。誰か助けてください。とりあえず、発言を順番に見ていきましょうか。まず風俗店の前でポリッチョが土下座している画像についてですが、これで権利侵害を主張するのは、さすがに無理があります。そもそも堀口くんは、風俗店には行っていないと主張しています。また堀口くんとガシマンテが、同一人物だとする根拠もありませんし、堀口くんも別人であると主張しています。それなのに相手を訴える時だけは、まるで自分がガシマンテであるかのような口ぶりです。別人なのか、同一人物なのか、どっちかにしてください。都合のいい時だけ同一人物みたいな主張をするのは嫉妬です。十字架に関してはいろいろな意味で不適切な画像ではありますが、法的な責任を問えるかというとね、だって堀口くんも暇空茜の死刑を望むとか加害者の息の根を止めるしかないとか言ってるでしょ。それこそ受任限度の範囲内だと思いますけどね。そんなことで訴えるんだったら自分の普段の言動をまず改めるべきです。というかまず猫八様の 3D モデルが堀口くん本人であることを裁判所に認めさせなければなりません。ローポリのデフォルメしたモデルなので同定が取れるかどうかは正直微妙なところです。ただ堀口くんの情報と一致する一部の画像については同定が取れるかもしれません。ただ猫八様の全ての投稿に対して同定を取るのはおそらく難しいです。というわけで裁判で白黒つけるのが最も手っ取り早くてわかりやすいかと思いますので、さっさと提訴してください。そして YouTuber に対する開示を宣言しています。今回名前が挙がっているのは赤切れや小林、マミリン様、昆布茶様、ハイブタ様です。ただ他にも対象がいることをほのめかしています。少し気になるのは優先的に法的措置を講じますというなんとも微妙な表現なことです。法的措置を講じる予定ではなく法的措置を講じると断言したことは素晴らしいです。プラスイクイク点。しかし法的措置とは別に裁判だけではないのですから、 YouTuber 全員を訴えるかというとこれまた微妙なところです。堀口くんは昨日スペースを行っていました。匿名や2期がスペースの内容をまとめてくれていましたので引用します。画像やご基地申請5文字を対象、今回25名くらいを対象に訴訟をします。50万人で1250万円が必要となる。ただ一度に全員ではなく自転車送用で行く、いずれにせよ数百万円必要なのでご寄付をお願いしたい。弁護士の名前は嫌がらせ防止のためまだ言えない。神原先生以外の弁護士ご寄付をなしやす。私はスペースのこの部分をリアルタイムで聞いていました。内容は概ね合っています。堀口くんは昨日約3万文字の卒論ノートとは別に新たにノート記事を公開しました。内容を簡単に言うと、弁護士をつけて訴えるだお、お金が必要です、お金ちょうだいという感じでした。特に読む価値はないと思います。弁護士を雇うのはコスパが悪いとか本人訴訟でやりますよふふとか言ってたのに、なぜ今更弁護士をつけるんですかという感じですが、まあ、前は今回堀口くんは25名ぐらいを訴える予定とのことです。本人訴訟ではなく弁護士を使うそうです。スペースの話では一人訴えるのにだいたい50万円ぐらいかかるから1000万円以上の資金が必要とのことです。なお一度にまとめて全員訴えるのではなく、例えば誰かを訴えて賠償金100万円をゲットしてそのお金を使って新たに訴えるという流れでいくそうです。裁判は時間がかかります。短いと1年ぐらいで終わる場合もありますが、長引くと普通に1年以上かかります。名誉毀損の時効は損害及び加害者を知った時から3年です。堀口くんのように誰かを訴えて賠償金をゲットしてその賠償金で訴える
というのはあまり現実的ではありません。そもそも名誉感情侵害や名誉毀損で訴えて、もし仮に勝ったとしても、赤字になることの方が圧倒的に多いです。堀口くんは賠償金の例として、100万円という金額を出していましたが、あまりにも現実が見えていません。名誉毀損で賠償金100万円の判決なんて、めったに出ませんよ。なんというか、夢を見すぎ、示談金で数億円ゲット、ふふ。の頃から、全く進歩していません。なお堀口くんはスペースの中で、ポロッと、最低でも内容証明までは行く、とおっしゃっていました。あれ、法的措置を講じるのではなかったのですか。内容証明とかケチくさいこと言ってないで、全員訴えましょうよ。というか堀口くんって、1000件以上も開示してるんですよね。それなのに、たった20人ぐらいを訴えるだけで、お金が足りません。お金をください、と言い始めるのは、さすがに世の中を舐めています。開示請求は、個人情報を入手して訴えるための制度です。1000件開示したら、1000件すべて訴えなければなりません。それなのに20件でお金足りないとほざき散らかすのは、あまりにも計画性がないというか、こんな手いたらくで、堀口くんにカンパしたいと思う人は、果たしているのでしょうか。カルピス軍団でも、あまりお金を出してくれなさそう。過去の投稿も含めて、名前を出された方々は、堀口くんに対して、債務不存在確認訴訟を起こすことが多分可能です。なので、もし AP 開示を通して訴えてこなかった場合、債務不存在タックルをする、という選択肢もあります。一応参考までに、ちなみに堀口くんは、2023年5月6日に、赤木玲也と小林の怒りを開示予定ですよ。ふふ。というポストを投稿されています。当時は X の方でクレリリしていました。そして堀口くんは、2023年7月11日付で、Google に対して開示請求を行っています。対象となったのは、816件の YouTube アカウント、44本の動画、1686件のコメントです。当時はまだ、堀口くんの動画は少なかったです。堀口くんに批判的な動画やコメントを、全部開示対象にしているんじゃないか、というレベルです。20人訴えるだけで、お金足りないのでください、とか言っている人間が、686件のコメントを開示しているのですから、笑ってしまいます。堀口くんが、開示した人を全員訴える気はなくて、最初から別の目的のために、開示請求の制度を乱用していたのは、もはや明らかです。堀口くんが、YouTube の投稿を開示する予定です。と言い始めてから、約10ヶ月が経過しました。しかし YouTube で誰かが開示されたという情報は、未だに聞こえてきません。少なくとも表に出ている範囲で、YouTube の AP 開示が通った。という話は一切聞いたことがありません。堀口くんは都合の悪いことは、基本的に一切発表しないので、続報がないということは、おそらく開示に失敗しているのでしょう。ただ、数ヶ月前にまた新たに開示を申し立てているようなので、そっちが通る可能性は、一応ゼロではありません。おそらく堀口くん、開示したい投稿者の言葉を、数百件ぐらいリストアップして、全部網羅した上で、開示をかけているんじゃないでしょうか。もろちんこれは完全に推測ですが、なんかそんな感じがします。どう考えても、投稿者を訴えたところで、マネタイズされて相手を儲けさせるだけなので、投稿者と直接やり取りをして、話をつけた方が手っ取り早く解決できます。それをせずに、無意味な開示に時間をかけているあたり、やはり堀口くんは今も昔も変わりません。学習院をすぐに辞めずに、無駄に在籍だけしていた頃と、全く一緒です。堀口くん、かわいちょ。堀口くんは、優先すべき対象を訴えるために、ひとまず数百万円程度の、まとまったお金が必要だということです。しかし、数百万円すら出せないほど、資金状況は悪化しているのでしょうか。お金はあるけれども、単に自腹を切りたくないだけ、という話かもしれませんが、もし資金がなくなったら、堀口くんは完全に終わりです。本当に何もできなくなってしまいます。まあ最悪、実家の父親に泣きつけばいいかな。いいよなお前は、人生イージーモードで、なんで親ガチャ SSR で、人生イージーモードなのに、今はハードモードなんですかね。いやハードどころか、難易度エクストリームですよ。頭おかしなるで、なぜ急に弁護士をつけるとか言い出したのかは、よくわかりません。堀口秀俊という存在が、裁判所の中でも有名になってきていて、堀口秀俊が本人訴訟をすると、そもそも開示が通りにくくなっているのではないか、という説もありました。もしそうなら、弁護士をつける必要があるのかもしれません。でも弁護士をつけるということは、堀口くんの凄まじい書面を読むことができなくなってしまいます。そうすると、堀口くんと裁判する旨味は、残念ながら半減してしまいます。ただまあ、どうせ堀口くんのことですから、弁護士を通じて出してきた裁判書面でも、とんでもない自己中な主張をしていそうなので、それはそれで面白そうではあります。弁護士フィルターを通して、どこまで堀口くんの主張を中和できるかが、弁護士の腕の見せ所と言えるかもしれません。堀口くんのんだーおに対する、私の立場を表明しておきます。私のスタンスは今までと変わりません。私の動画の内容に問題がある場合は本人からメールしてもらえれば対応しますし、必要な場合は削除や訂正、謝罪なども行います。堀口くんとは違ってそれぐらいのことはやります。私は一般常識は学んでいますので、もろちん、裁判になった場合は、全力で監禁していきますので、よろしくお願いします。やっと当チャンネルでも、自分でネタを用意できるようになるのか。
胸が熱くなります。なお、堀口くんが攻撃訴訟を仕掛けてきた場合、カンパはしません。カンパはせずに戦います。ただ、堀口くんが2件目以降の訴訟を起こしてきた場合は、カンパを集めるかもしれません。身も蓋もないことを言うと、堀口くんが本当に訴訟を起こしてくるかどうかは、かなり怪しいです。だって今までの堀口くんの言動を、思い出してくださいよ。彼の言うことを信用できますか？無理でしょ。なので私は9割方、堀口くんは提訴しないと思っています。もしかしたら、堀口系 YouTuber の中で、誰かの開示は通るかもしれませんが、もし仮に開示が通ったとしても、提訴までいかなくて、それで炎上するんじゃないでしょうか。なんとなくそんな気がします。秀俊。私の AP 開示が通ったら、絶対に訴えてこいよ。ちなみに堀口くんは、小林 T の弁護士事務所を知っています。なので訴状を弁護士事務所に送れば、堀口くんは小林 T を訴えることができました。しかしそれでも堀口くんは、あれこれ意味不明な言い訳をして、結局小林 T を訴えませんでした。小林 T の場合は、名誉感情侵害だと、そこそこの確率でアウトが取れていたはずです。金額では赤字になるとしても、そこそこ価値が見込めそうな小林 T から逃亡して、裁判すら起こさなかった秀俊が、今さらアンダーをしたところで、迫力はゼロです。せめて、小林 T の弁護士事務所に訴状を送って、その上でアンダーをすれば、本当に訴えるという姿勢を見せることができたのですけれども、現状、堀口くんは口だけです。さて、じゃあ次行きます。昨日3月5日、堀口くんが新たなノートを公開しました。記事のタイトルは以下の通りです。画像映像による権利侵害、権利侵害の収益化、極めて必要な権利侵害に対応する費用のご支援のお願い。相変わらず、堀口秀俊特有の、無駄に文字数が多い文章なので、全文を紹介しているとかなり時間がかかります。なので一部要約しつつ引用していきます。ウェブサイト X、ノート、YouTube といった媒体で、暇空茜こと水原清照によって扇動された、悪質な発信者、いわゆる取り巻きによる東方に対する権利侵害が現在も続いています。まず取り巻きとか言っている時点で、論外です。全く何もわかっていません。マイナスいくいく点、もはや堀口くんの逃走は、暇空茜様と全く関係のないところまで、飛び火しています。1年前から認識が変わっていない、秀俊の認知に震えろ。法廷逃走をメインでやっているのは暇空茜様ですけど、それ以外の堀口くんの相手は、もう個別の存在というか、だからこそ厄介とも言えますが、ノートや X、YouTube などでは、人に対する誹謗中傷やプライバシー侵害が発生している、さらに権利侵害を収益化している人間もいる、人が辞めるように求めても、権利侵害を続ける、必要な発信者もいる、人の開示が認められたり、暇空の訴訟が棄却されても、人に対する攻撃性が増している、悪質な発信者もいる。そうなんですか、権利侵害されているんですか、それは大変ですね。ならその悪質な発信者とやらを、早く訴えましょうよ堀口くん。開示します、ダオ、からもう1年近くが経過しているのですが、ほとんど誰も訴えていない上に、暇空茜様に対する請求を取り下げるという始末、舐めてんのか、なあ、舐めてんのか、秀俊。学習院 OB が辞めるように求めたとき、堀口くんは告発サイトを消しましたか。どの口が言うとんねんお前は、ええ加減にせえよほんま。陳の情報発信力や影響力は、弱々なのに、悪質な発信者たちは拡散力がある。よって陳は影響力で敗北している。巻き返しは不可能ですよね。従って、陳は悪質な発信者に対して、優先的に法的措置を講じる。そのためにはお金が必要です。お金ください。金額はともかくとして、一応勝てる可能性もそこそこあった。暇空茜様に対する請求を取り下げたのに、なんとカンパのお代わりを要求しています。しかも今回のカンパで法的措置を取る対象に、どうやら暇空茜様は含まれていないようです。法的措置を取る対象が変わっているのに、カンパの口座は、前と同じという不思議。一体どうやって、お金を区別するつもりなのでしょうか。頭おかしなるで。X の悪質な発信者について、比較法的措置を講じる予定である。陳を模した 3D モデルを作って、陳の社会的評価や、信用を毀損する行動をさせたり、侮辱的な振る舞いをさせたり、性的羞恥心やプライバシーを侵害する行動をさせたりしている、不届き者がいる。さらに陳を十字架に貼り付けにしたり、陳を鉛筆でめった刺しにする画像を公開している。東方は、このような行為を直ちにやめるように強く求めます。陳は、この発信者に対して開示を行っており、そろそろ開示命令の決定が発令される予定である。電話番号をゲットした後、弁護士紹介をした上で、法的措置を講じる。さらに告訴状の提出も予定しており、すでに捜査機関にも相談している。これはおそらく、猫八様のことをおっしゃっているのでしょう。しかし猫八様の投稿に対して、刑事で行くのは相当難しいでしょ。まず刑事だと同定が取れない可能性があります。名誉毀損でワンチャン。どうでしょう。私の予想では多分無理です。イケて民事で、名誉感情侵害で勝つのが限界ではないでしょうか。告訴状の件はアンダーオだとしても、AP 開示を通す気が、最初からあまりなさそうな点は、依然と変わりません。
結局は CP 開示で電話番号を入手するのが限界でしょう。弁護士紹介で個人情報を入手するのは、本当にその後で訴訟するつもりでないと、そもそも紹介自体が認められないんじゃないでしょうか。堀口くんのような、個人情報をボロン、しまくる人間が訴訟を起こすときに、弁護士紹介で個人情報を入手することが、果たして認められるのか、という問題があります。もし仮に認めて、その情報をボロン、してしまった場合、弁護士会の責任も問われそうです。まあ、中川弁護士や、吉原隆明弁護士を放置している、弁護士会という組織には、何の期待もしていませんが、YouTube でも、人の権利侵害が多数発生して、もう許さねえからな。陣は YouTube の開示を進めている。もう少しで開示決定が発令される見込みですよ。ふふ電話番号を入手してから弁護士会紹介の上で法的措置を講じます。発信者の言動及び態度に鑑みて捜査機関に告訴状を提出することも検討しています。堀口系 YouTuber の中に、刑事でいけるレベルの名誉毀損をしている人って、誰かいましたっけ？私が知る限りでは、ちょっと思いつかないですけれども、ある時期まで堀口くんは、告訴状だの警察だの言って、いきり散らかしていました。しかしある時期を境に、告訴状に関して言及しなくなりました。それがここへ来て、告訴状ウンダーを再開しています。堀口くんの中で、一体どういう心境の変化があったのでしょうか？気になるところです。また、先日も東方は Google LLC を相手方とする新たな発信者情報開示命令申し立て事件を東京地方裁判所に申し立てました。これらの新たな発信者情報開示命令申し立て事件では、従来の発信者情報開示命令申し立て事件と異なる発信者について、同社に発信者情報の開示を求めています。堀口くん、また新たに開示してるんですか？いい加減にしてくださいよ。本当に裁判できる範囲で開示してください。堀口くんのせいでいろいろな方面に迷惑がかかっています。上述のウェブサイト YouTube で東方の権利を侵害する映像を公開し続けている複数の発信者のうち、これらの活動を収益化している発信者について優先的に対応します。これらの発信者は東方の権利を侵害する映像の公開による広告収入を得ているほか、このような映像を公開するチャンネルの運営によって視聴者から会費を徴収しています。ここで赤木レイヤの開示に関する過去記事が引用されています。やはり堀口系 YouTuber などがそこそこ収益を得ていることがめちゃくちゃ気に食わないようです。しかし堀口くんの言動等に対してあれこれ意見を表明したりして広告収入を稼ぐことは特に問題ないと思いますけどね。特に誰かに迷惑をかけているわけでもありませんし、単に堀口くんが気に食わないムカつくというだけの話でしょ。堀口くんのように裁判所や企業に迷惑をかけているわけではありませんし、あれぐらいなら言論の自由の範囲内です。小林家ハイブタ様を訴えるんだったらまだわかりますけど、それ以外の投稿者を開示するというのは、ただの過剰反応ではないでしょうか。自分に対する批判は絶対に許さない、という強い意志を感じます。ウェブサイト YouTube における一般の投稿者いわゆる YouTuber は、例えば私生活を公開して、自らの名誉感情やプライバシーを切り売りして金銭に変えていると形容できます。しかし、東方の権利を侵害している投稿者は、東方から名誉感情やプライバシーを勝手に取り上げて売りさばきながら金銭を得ています。東方の人権や尊厳を奪って作成された映像の収益は投稿者のみに支払われ、東方には1円も還元されません。このような理不尽な構図を許すことはできません。東方には1円も還元されません。これほんと好き。あくまで一般論ですが、誰かの言動について動画内で語って広告収入を得ることはただの言論活動の一環であり、それ自体が特に問題のある行為ではありません。堀口くんについて語ったり批判したりするだけで名誉やプライバシーを勝手に取り上げて売りさばいているというのは明らかに大げさな表現です。被害者仕草が凄まじいですね。今までの人生いつもそうやって生きてきたんですか？まず被害者ずらするのをやめてください。100歩譲ってせめて学習院告発サイトを消してから被害者ずらしてください。ただ言論の内容に問題があると思う場合は訴えるのは良いと思います。ただ堀口くんの場合 X でかなり侮辱的な言動を繰り返していますから、こないだのひまそらあかね様の請求棄却の件も考慮すると堀口くんの受任限度はやや高くなるかもしれません。例えばですよ、堀口くんに関する動画の合計の尺が5000分だとしましょう。5000分のうち名誉毀損に当たる内容が1分だけあったとしましょう。この場合不当な表現で収益を得ている部分は全体の5000分の1です。こういったケースでは正当な表現で収益を得ているが、その中のごく一部に不適切な部分があったということになります。これが例えば動画時間5000分のうち5000分が全部名誉毀損だったということになれば、不当に収益を得ているという扱いになります。堀口くんはどうも
そのあたりの違いが分かっていないようです。自分をこすってお金を稼ぐこと自体が、悪いことだと認識しているように見えます。独裁者じゃないんですから、そんな自分勝手な理屈は通りません。大体、学習院告発サイトで、堀口くんの講座がなぜか公開されていましたが、あれは一体どういうことなのでしょうか。まさか、最初から悪意 100% の、非常に悪質な名誉毀損サイトで、お金を稼ごうとしていたのですか。嘘だよな、秀俊。よくわからない主張を展開して、過去の自分に狙撃されるという、いつもの堀口秀俊くんでした。高い収益を得ている発信者や、過激な発言を繰り返している発信者について、先行して開示を申し立てている、資格開示命令が決定される見込みである。だからそういうのは、提訴してから言えよ。いつまで開示だをごっこやってんだよ。いい加減にしろよ秀俊。もうみんな飽きてんだよ。裁判所や企業に迷惑をかけるな。訴える分だけ開示しろ。お前のやってること、迷惑なんだよ。金に関する記事を書いて、ノートで収益を得ている不届き者もいる。こいつらにも法的措置を講じる予定である。ノートに開示を進めている。電話番号を入手して弁護士会紹介いからく。ウェブサイトで陳の権利を侵害して収益を得ている不届き者も複数いる。法的措置を講じる予定である。侵害著しく不快感を抱く発信者、いわゆるネット右翼に分類される発信者が東方を攻撃している。特に力を入れて対応する必要がある。投げかいきなりネット右翼と呼ばれる人に対して敵対心をもろ出しボロンする堀口くんの図、ちょっと何言ってるかよくわからないです。記事では闇熊さんとカイラギ様に関する過去記事が添付されています。この二人を訴えるということでしょうか。おそらく堀口くんはこの二人の電話番号をだいぶ前に押さえているでしょうから、弁護士会紹介をかけて訴えようと思えばいつでも訴えることができたと思うのですが、この表現だとおそらくまだこの二人を訴えていないのでしょう。いや、まだ訴えてなかったんかい。遅すぎるでしょ。何やってるんですか。開示に難航しているとかなら仕方ないですが、電話番号を入手できているのに訴えないのは意味がわかりません。堀口くん、本当に訴える気があるんですか。チンはホビットやゴキブチ呼びに関しても許すことはできない。法的措置を講じる。告訴状の提出も予定しており、捜査機関に相談済みである。これに関してはきちんと同定が取れている状態で投稿していれば、名誉感情侵害で勝てるかもしれないので、訴えるのは良いと思います。本当にやれよ秀俊。以上の基準によって選定された発信者以下特定発信者というについて、東方は優先的に法的措置を講じます。なお、特定発信者に該当しない発信者以下一般発信者については、対応を放棄するのではなく、後日複数名ずつに事件をまとめて損害賠償請求訴訟を提起する予定です。しかしこれらの対応にはお金がかかる。専門的な弁護士に依頼する必要がある。その上、東方や関係者に対する嫌がらせ迷惑行為の被害が相次いでおり、東方からの依頼を受けた弁護士や法律事務所の負担が増えていることから、弁護士に対応を依頼しても断られるケースや、どうしても着手金が高くなってしまうケースも多々あります。すると弁護士費用だけでも従来に加えて大幅に増加すると見込まれます。いや、弁護士が嫌がらせの対象になるから着手金が高くなるって意味がわからないんですけど、一応そういうケースもあるのかな。単に堀口くんがいろいろやらかしすぎて弁護士の間で有名になっていて依頼を断られているだけでは、もしそうだとしたらざまあねえな。おい、着手金が高くなったとしても弁護士に対応を依頼しなければならない。陳にお金をください。ビジネスクラスを乗り回して200万円の機材を破壊したとネットで自慢して、つい先日もパソコンなどを水没させ、新しく買ったばかりのパソコンを壊したと豪語していた男が、法的措置を取るためのカンパを集めるらしいです。もう私は気が狂いそうや。むしろこれでお金入れる人いるんですか。いたらやばいでしょ。さて、そろそろ良い時間なので一旦終わりたいと思います。最後に自前の広告が流れます。わざわざ材料を買ってきて毎日料理を作るのは結構大変で面倒ですよね。かといって外食だと栄養が偏りがちです。そんな方には冷凍宅食のナッシュが便利でおすすめです。レンジでチンするだけで野菜たっぷりの美味しい食事を手軽に食べることができます。こちらは一番人気のチリハンバーグステーキ。ジューシーで肉厚なハンバーグは冷凍食品とは思えないぐらい美味しいです。私はナッシュを食べて浮いた時間で仕事をして頑張って稼いでいます。購入はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。